はい、じゃあ続きをやっていこう。ちょっとね、裏で進めたんで、だいぶレベルが上がってお金もちょっとね充実したんですけど、アマツを探して慈しみの里行ったらウカテイナにいるよって言われたから、ウカテイナに戻ってきたところ。もう私的にはちょっとね、前回やってからちょっと日が空いてんだけど、動画的には多分そんなに昨日のことだからね、説明しなくてもいいと思うけど、もう行ってきたよ、慈しみの里で。あれでしょ、チッチとかいう舌打ちするやつをね、舌打ちするやつがどこにいたっけ、なんかどっかの家の中だった気がするけど、もう忘れてしまった。ここじゃないな。こっちだったような、なんかここか隣の家ぐらいだった気がするな。隣か、なんか食堂みたいなところの左下らへんにねいたよね、画面の左下らへんに。いたいたいた、お前だろう。聞いたことねえな、しらばっくれる気か。前川松だな。あ、お断り、なんで。ただの物いやいや、生贄の旅。あのご隠居が先代の城主なんだね、多分。汚い字だな。あ、やっぱり。よし、上司のとこ行けばいいんだな。翼を与える匠。もうさっさと上司様のとこ行ってやる。時代が追い出されたってことはやっぱなんかありそうだね、ここね。待っていたよ。
真逆。なんだ計画って。目的地は違う。え、やっぱ悪いやつじゃんこいつ。怪しい匂いしてたんだよね。何言ってんのあなた。希少種。どういうことだ。もしやこの3人で。この3人で戦うというのか。何にも装備とかつけてないけど。死には俺が守る。しょうがないな。とりあえず戦おう。やるぞ。これだったら武器ちゃんと買っとけばよかったな。クオンの分も。聞かねえぜ。まあ一応あの回復手段はあるから。聞かねえぜ。いっか。聞かねえぜ。できるの。やるぞ。28ってさ、刹那とあんま変わんなくない？行くぜ。はい。行くぜ。溜まってからにするか。聞かねえぜ。やるぞ。イエーイ。できる。もうあとは適当に戦うで。ああ、返事してくれた。できる。クオンはあれだね、クロノトリガーのカエル的な位置なのかな。先を急ぎましょう。なんかカエルの被り物してるよね。アクセサリーあのカエルのぬいぐるみだった気がする。着ぐるみか。港へ急ぎたいけどその前に。どうしようかな。ダッシュ切り。もう何でもいっか。何でもいっか。これ何、毎回セットしなきゃいけないのかな。めんどくさいな。仲間が変わるたびにセットし直しはちょっとめんどくさい。そして船はどこにあるの。私は何も知らぬってことは外かな。外から回っていくタイプかな。どこだ船の乗り場は。また敵だ。
蹴散らせるの。死には俺が守る。行くぞ。聞かねえぜ。聞かねえぜ。聞いてるけど。ちょっとコーンさん、ダッシュ切りと。これだけか。じゃあ普通に戦うでいいか。溜まってからにしよう。もうめんどくさいからこれだ。負けるわけにはいかないんでね。イエーイ。先を急ぎましょう。あ、結構経験入るな。先を急ぎたいけど、どこに行けばいいの。なんか落ちてる。そういえばレシピがなんとなく増えてったんだよな。まあ料理高いから全然買えないけどね。あ、増えた。はい。食材が揃うとイベント発生するのか。まあそれどころじゃないけど。イエーイ。なになに。港はどこにあるんでしょう。港はどこ、ここですか。開けろ。私の選択は正しい。やるぞ。この4人かな。聞かねえぜ。聞かねえぜ。聞いてるけど。よし。ブロービート。これで戦況を変えてやる。変えてくれ。イエー、強い。強い。あ、レベル上がった。こうなったら先代の上司様だ。ご隠居さん、死んだことになってたのか、先代の上司。任せろ。よし、行くぞ。なんかボス戦が待ってそうな雰囲気がしているけど、何も落ちてない。これ違うか。二人が心配だ。え、これはただのオブジェクトか。あ、ペンギンが。やっぱ上司には裏の顔が。早く終わらせる。できる。ペンギンぐらいは
倒し普通の攻撃で倒したい。貯める。はい、これ多分やるぞ。キャラクター全員使えそうだよね。ということは装備とかちゃんと全員分買っとかないとね。一応多少は入るみたいだけどね、経験値。パーティーに入れてなくても。セーブ場所がある。多いな。やるぞ。あら、やった。やるわ。効かない、はい、やるぞ。クロノトリガーの時のカエルはすごい強かったんだけどな。アギかかってる。さあ行くぞ。鍵かかってる宝箱多すぎだよね。あ、ボスっぽい。ボスっぽい。ギャオー。キールが捕らえられてる。生贄は俺が守る。行くぞ。キラーバイ。何それ、なんか封印された。やるわね。やべ、刹那封印されたわ。これは、あ、やべ、刹那封印されてしまった。力を貸すとし、力を貸してくれ。峰打ちでもしよう。なんだ、聖女の過去か。あれ、スタンしてる。やるぞ。はい、そしたらに切れぬものはない。なんか効かなかったぞ。仕方ないね。イエーイ、防御力上昇だぜ。峰打ちしとこ。黙って消えろ。黙って消えろこの野郎。はい、やるぞ。麻痺が終わったかな。わあ、また来たよ、キラーバイト。はい、甘い。こうなるとオーラでしか回復ができなくなるな。行くぜ。あら、やった。あら、やった。よし、効かねえぜ、効かねえぜ。ミスだとできるの。よっ、これ治んないのか、刹那封印って。やるぞ。あ、はい、ミスってばっかだな。消えろ。見切れるかしら。28。やるわ。いやー、クロウ痛いよ。よし、効かねえぜ。効くぜ、すげえ効くぜ。ここで終わるわけにはいかない。はい、全員回復できんの便利だぜ。これで終わり。無の属性があんま効かないのかな。行くぜ。やるぞ。逃げられると思うなよ。ほら、
を貸すとし、状態以上で治んのか。あ、治った治ったぞ。しかしキラーバイト来たな。できるね。これで終わり。やるぞ。変身変身って何？行くぜ。はい、やるわね。黄金の風が。あら、よっと。これで終わり。やるぞ。やるわね。マジっすか。できるね。きた。力を貸すとし。ちょ、エーテルを。ユミさんにあげとこう。ありがとよ。ありがとよ。わあ、刹那封印された。あ、マジか。まあ、引いてください。はい、ミス。やるぞ。できる。力を貸すとし。ダッシュ切りしとこ。見切れるか。もうこれ普通にやるわね。戦った方がいいかな。オーラしとこうかな。力を貸すとし。バーン。できる。行くぜ。ダメだ、刹那が使えない。ミス。よかった。よし、これで状態以上。ここで終わるわけにはいかない。解除。はい、デーテルをエンドに。ガンガン行くわよ。ガンガン行くわよ。あー、来たか。刹那封印された。やるぞ。やるわ。できるわ。溜まって早く。黄金の風だ。よしよし、来た。ここで終わるわけにはいかない。よし、状態以上回復して終わりました。イエー、レベル上がった。刹那が戻ってこないぞ。もしやこれはキール君を使えという。あー、いたいた。取引ってなんだ。そういうことか。だからあんなに平和な。上司を探しましょう。キールが未だに使えないと。何にもないかな。とりあえずセーブしようかな。モンスターがいない。